はい、人生は祭りだ、保安師匠、石真子です。こんにちは。今日今ね、サービスエリア不動寺というサービスエリアにいます。いつもながらですね、金沢から富山方面の高速に乗っているんですけど、昨日すんごいものすごい雪で高速道路も通行止めになってたので、私が変な山道に入って下道から行ったみたいなね、大変な動画を昨日上げておりますけれども、もうそれが嘘のように、もう全然道路雪がないです。もうスムーズ、超スムーズ、今高速道路普通に走ってます。昨日のあれは何だったんだっていうぐらいに、でね、今日は、金沢からどこに向かっているかというと、高岡市役所の横にある議員棟っていうところがね、議員さん、高岡市議会の議員の方がね、いらっしゃるところに行ってくるんですけれども、まあ、私ももう活動24年目ということで、長く活動してきている中で、高岡での活動もものすごく長くやらせていただいていて、なおかつ5年前、6年前、高岡ふるさと応援特使という、そういったね、称号もいただいておりますので、そういった形で高岡をね、盛り上げる、高岡をより良くしていく、高岡をね、皆さんに知っていただくっていう活動をこうしている中で、町おこしとかも結構ね、参加させていただいたりとか、ご当地ソングとかいっぱいやらせてもらっていますよね。そんなわけで、議員の方々も議員の活動以外にいろんな会を持っていらっしゃったりして、町おこしとかいろんなところで高岡を良くしようっていう、そういったスタイルでね、皆さん動かれているので、議員だけやってるっていうよりは、もういろんなことに多岐にわたって高岡のためにやってらっしゃる方ばかりなんですよね。そんなこともあって、いろんなところで、ご一緒することが多くて、で議員もされているっていうところで、結構もうほとんどの議員さんはそんなような感じで、面識があったり、いろいろなんかでご一緒させていただいたりとか、なんかよくさせてもらったりしてる方も多いのでね。で、今回、ご挨拶に行くっていうことになってます。はい。今度ね、今度、子供さんの親子の施設に、生まれてきてくれてありがとうの CD をね、プレゼントしに行くっていうのを、議会の皆さんと行くっていうことにもなっているので、その前にまず議員の皆さんに、ご挨拶、議長さんもいらっしゃるので、表敬訪問っていう形で、市議会議長、高岡市議会議長さんの表敬訪問という形と、その、今いらっしゃる議員さんにも、ご挨拶っていう形で今から行くわけでございます。ね、日々いろいろ巻き起こってきてありがたい限りでございますけれどもね。ね、こう見てくださってる方も、しまこちゃんにいろんなとこ行ってんなーっていうふうに思われるかもしれませんが、私も自分で思ってます。いろんなとこ行ってんなーって、ありがたいなーと思いながら、なんか今日も雪心配してたんですけど、全然大丈夫だから、本当に安心しております。それでは、今、不動寺のサービスエリアを一回出まして、高岡市役所に向かいます。到着したんですが、めっちゃ眠い。なあ、眠い。
多分もうなんかちょっとプライベートでもちょっとモヤモヤしてて、ちょっと考えすぎて、ちょっとやられちゃってる感じがします。寝てしまうと楽になるかな。はい。しまこボトル。あったかいの飲んでます。じゃあトイレをしてから、議員棟に行こうと思います。はい、行ってきました。まずは議長室の方に伺って、議長さんと副議長さんにご挨拶をして、それから、議員の方がいらっしゃる部屋に行って談笑させていただいたんですけれども、とてもね、皆様気さくな皆様で和気あいあいとしていてね、温かかったです。で、その中の議員さんと、今度来週に親子広場っていうところがね、子育て中のママたちがと子供たちが集まるところがあるので、来週は生まれてきてくれてありがとうの CD を、プレゼントしに議員さんたちと行ってくるということになっております。で、今からなんですけど、ちょっとお世話になってる方と星のコーヒーさんに行って、ちょっと今後のお話などをさせていただくことになっております。はい、じゃあ行ってきまーす。なんか心がモヤモヤしちゃってもちょっとやけ食いします。なんか胸が苦しくてさ、いろいろ考えすぎちゃって。そんな時あるよね。で、そういう時って、ジャンクなもの食べたくなりませんね。OK。 泣きながら食べる。出かけてる時は一瞬ね、人に会ってると忘れられるんだけど、また一人になると戻ってしまう、モヤモヤに。
これ醤油ラーメンなんだけど、ほとんど汁なし。うん、こんな時は食べて、はい、食べて寝る。うん、フルーティー、すごい。なんかこれ柿だって、柿、干し柿がね、柿が入ってんだって。味フルーティー。今日は飲んで寝るぞ。こんな一気に飲んだことないかも。うん、寝る、寝るわ。おやすみおやすみ。しまこ定期便ライブ2月号、ラブソング特集になっております。好評発売中です。お求めは概要欄にあるしまこオンラインストアからお願いします。お待ちしております。今日も見てくれてありがとう、いつも一緒に歩いてくれてありがとう、一緒に生きてゆく。心から祈ってるよ。ありがとう、ありがとう。イエイ。